はい、次はですね、アマチュアの方の約7割ぐらいが、やられちゃってるんじゃないかなという、左に打ち出してからのピョーッと戻して右側の方の帯に飛んでいってしまう、いわゆる、プルスライス、いわゆるアウトサイドからクラブヘッドが来てインサイドに抜けていってフェースが開いてシャーッとこう右に行ってしまうやつですね。これは特にね、男性、力のある人なんかには多いんじゃないかなというふうに思います。でなぜ男性に多いかというと、やっぱり上半身の力、特に腕の力なんかがやっぱ女性とかジュニアに比べるとやっぱり強いわけですよね。で、強いとどうしても下半身を使わないんで、クラブヘッドも上からこうやって上半身からいくとクラブヘッドが上から落とすことになっていってしまうわけですよ。でクラブヘッドが当然腕が強いもんで上から来て、そのまま上から来れば手前に引くわけですから、手前に引いていって打ち出しが左で、当然フェースはその時は開いてないとドキドキいくんで開いた状態でいってシューッとスライスしてしまうというわけですね。で、今先ほどもお伝えしたように上半身から落とすダウンスイングというのは基本的には腕の作業で多少、その腕の使い方を覚えていく上では全然ありなんですが、上半身そのものが体をこう突っ込むような作業っていうのは基本的にはこれは NG ですね。で、腕の作業でどういうふうにやっていくとクラブがアウトサイドから来ないで、ライン上の方に綺麗なプレーンをたどって綺麗な軌道で来れるかというと、やはり、トップからダウンの時にこのレイドオフ、いわゆるクラブが飛球線に対して、平行に持っていく、もしくは、完全にクラブを少し落として、ダウンスイングの切り返しを持ってくる、いわゆるパッシブドリブルの状態に一回クラブヘッドを落としちゃう。でそこから前傾の姿勢ですよね、を作った腰の回転をさせることによってクラブが戻ってくる。そのまま腰が浮けばインサイドから来るし、腰が回ればクラブが戻ってきて、いわゆるトルクが発生してきて、そのまま、直線的な軌道になり、打ち出しも左に引っ張らず、フェースも開かず、スクエアで持ってこれるわけです。で今、ここ2020年前後ぐらいの、ここ年ぐらい前ぐらいからかな、今活躍している、世界ランキングの上の人たちっていうのは基本的にはやっぱりそういう作業、ダスティン・ジョンソンもそうだし、ジョン・ラームとかね、それからブルックス・ケプカとかもそうだし、キャメロン・チャンプなんかみんなそうですよね。こう切り返してスッとこう落としてくる、いわゆるクラブヘッドが落ちた状態からクラブヘッドを戻してくるパッシブトルクという作業でした。だからみんな前傾は深いですよね。でここの感じを、取り入れてくるとアウトサイドの、上半身が突っ込む作業がなくなってくるかなと。手を下げる動きですね、真下に下げる練習で結構上げてきてからそのまままず手をこうやって下げちゃう、手だけ下げて腰だけで戻してくるような作業にすると意外とクラブってパッと戻ってくるんで、これは、あんまりね、ビギナーの方が、におすすめはちょっとまだできないんですが、どうしてもちょっと体が起き上がっちゃうとか、アウトサイドからクラブがどうしても来て球が飛ばないなという方はこの作業をしていくとすごく飛んでいくかなと。ちなみに、今年の冬、2020年冬、私が契約させてもらっている米山剛さん、このパーシブドリブルちょっと多めにね、今コロナの時期なんでちょっと多めにやることによって今ドライバー300ヤード以上ね、54歳かなでかっ飛ばしてますんで、これはねかなりね飛ぶんじゃないかなというふうに思います。でこの辺のクラブの動きをマスターしてスライス撲滅してみてください。これが魔法のレシピでした。以上です。